Spinner。 おはようございます。9月10日火曜日のデイリーブリーフをお届けいたします。本日のエピソードでは、アメリカ、 Google に反トラスト法訴訟、ノースボルト、事業縮小とリストラを発表、 Apple、 AI 搭載の iPhone 16を発表、ハリスとトランプ、注目の討論会へ準備進行、ジェームズ・アール・ジョーンズ氏、93歳で死去、スターバックスの従業員は不安を抱えている、についてお届けいたします。このポッドキャスト、デイリー・ブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のグローバルニュースをいち早く声でお届けします。デイリー・ブリーフがリニューアル。新たに12時と18時に世界の今を把握できるフラッシュニュースを配信します。1日に3回、数分のリスニングで最新のグローバルニュースを効率的に理解し、ビジネスに生かすことができます。より世界を身近に感じる新しいデイリーブリーフをお楽しみください。アメリカ、Google に反トラスト法訴訟。アメリカ司法省は月曜日、大手テック企業 Google が利益を拡大するためにライバルを排除し、広告主のコストを押し上げる大規模な広告技術の独占を行っているとして Google を非難しました。司法省は Google が広告サーバー市場で 90% 近いシェアを持ち、広告取引で 37% の手数料を受け取っていると主張しています。これに対し Google 側は、競争の激しい市場で革新を通じて業界全体を成長させたと反論しています。この裁判は数週間にわたり続く予定です。ノースボルト、事業縮小とリストラを発表。スウェーデンのバッテリーメーカーノースボルトは、ヨーロッパでの電気自動車市場の低迷を背景に事業を縮小し、人員削減を実施すると発表しました。コスト削減のために大量の従業員削減を検討しており、予定していた新たな工場建設計画も遅れる見通しです。ノースボルトはこれまでに150億ドル、日本円でおよそ2兆2000億円の資金を調達していますが、工場の問題と EV 需要の低迷に苦しんでいます。ノースボルトは今後ポーランドのエネルギー貯蔵事業を売却、またはパートナーを探す方針です。Apple、AI 搭載の iPhone 16を発表。大手 IT 企業 Apple は、AI 機能を強化した iPhone 16を発表しました。ティム・クック CEO は、iPhone 16 が AI を基盤に設計された最初のスマートフォンと説明し、iPhone の新時代を告げる製品と強調しました。新しい iPhone は、Siri の音声アシスタントや写真編集機能の向上、文章作成機能、ChatGPT への無料アクセスを含む Apple Intelligence と呼ばれる AI 機能を搭載しています。iPhone 16は9月20日発売予定で、価格は799ドル、日本円でおよそ12万円からです。ハリスとトランプ、注目の討論会へ準備進行。アメリカ大統領選に向けて、カマラ・ハリス副大統領とドナルド・トランプ前大統領が9月10日の討論会で初対決します。この討論会は、ハリス氏がバイデン大統領の後任として民主党の大統領候補に選ばれてから最も注目を集める重要な場となります。ハリス氏は経済政策や女性の権利を前面に押し出す一方、トランプ氏はバイデン政権の高インフレや移民政策の失敗を強調し、ハリス氏を追及する構えです。ジェームズ・アール・ジョーンズ氏、93歳で死去。ダース・ベイダーの声で知られる俳優、ジェームズ・アール・ジョーンズ氏が逝去しました。幼少期に深刻な喫音を抱えながらも、その後は映画や舞台で活躍し、特にスター・ウォーズシリーズのダース・ベイダーの声で広く知られることとなりました。舞台とスクリーンの両方で数々の賞を受賞し、アメリカの芸術に多大な影響を与えました。93歳でした。
ターバックスの従業員は不安を抱えている。喫茶店チェーンスターバックスの新 CEO に就任したブライアン・ニコルは、シアトル本社や全米の店舗で従業員との対話を始め、現場の課題に向き合う計画です。スターバックスは CEO 交代が相次いでおり、従業員の間では混乱が広がっています。スターバックスは長年カフェの運営に苦戦、複雑なドリンクの注文にバリスタが圧倒され、客の長い列ができていました。混雑した店舗は客足の減少につながり、従業員の離職率も上昇。ニコルはこれまでの業績低迷からの回復を目指し、従業員の信頼を取り戻すことが求められています。皆様の職場ではリーダーの交代や現場の混乱が働き方やモチベーションにどのような影響を与えているでしょうか。そんな時何が必要だと感じますか。デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。感想はカタカナでハッシュタグデイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと、毎朝の配信に加え12時と18時に最新のグローバルニュースが届きます。本日の担当は澤田隆一でした。次はお昼12時に AI によるフラッシュニュースを配信します。皆様良い一日を。